光しやす三条名店街、今回はたい焼きの福八さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、早速お話を伺います。ちょっと自己紹介お願いします。はい、福八京都本店の店長の野村と申します。はい、そして横にいらっしゃる方、新しいスタッフの方でしょうか。はい、こんにちは。今台湾から参りました、リョウと申します。今同志社大学で勉強しております。あ、そうですか。はい、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。はい、野村さん、はい、ちょっと近くに寄っていただけますか。はい、春になりました、4月ですが、やはりこの福八さんでも新しい春のメニューっていうのがあるそうですね。はい、新しく春のメニューとしてきなこあんと桜あんとずんだあんの3種類をご用意しております。そうですか。まあ、いつも通りのたい焼きの中のその、まあ、トカチつぶあんというのはおなじみですけれども、春はきなこあん、ずんだあん、そして桜あん。桜あん、いいですね。はい、それ日替わりなんでしょうか。日替わりでご用意してます。あ、そうですか。はい、こちらに、ちょっとたい焼きメニューというのがありますけれども、あれ、見慣れないものがあります。デニッシュたい焼き、これは一体どういうものなんでしょうか。はい、こちらはパイ生地で作ったたい焼きでございまして、クロワッサンのと同じ生地を使っております。でバターも入ってますので、あんことすごく相性がいい新しいメニューですね。本当ですね。この三条名店街も、ヨーロッパの方とかアメリカの方とか、それからアジアの中国の方、台湾の方、韓国の方、たくさん歩いておられますね。はい、どうですか、たい焼き買いに来られますか。はい、結構外国人のお客様が4割ぐらいは。4割、はい、そうですか。来ていただいてます。はい、どうですか、台湾のお客様来られましたか。はい、いらっしゃいました。そうですか。はい、その時どういうふうに挨拶するんですか。中国のいらっしゃいませで挨拶しました。そうですか。何て言うんでしょう。はい、欢迎光临。はい、そうです。そうですか。伺っといて何にも分かんなかったという感じで。はい、いいですね。やっぱりこうコーヒーもあって、おしゃれにちょっとたい焼きを楽しむことができる、そういうおしゃれなお店です。はい、野村さんと、それからりょうと申します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。